はい、今回は最近手に入れたツイカーグッズを紹介していきたいと思います。ではぬいぐるみからいこうかな。こちらじゃん。ツイカワの遊園地というシリーズが過去にあったようなんですが、そちらのぬいぐるみです。ツイカワの頭身がものすごい伸びて一瞬びっくりしたんですが、これはね、着ぐるみのようで、中に入っているのは鎧さんという設定のようです。それを見てちいかわが泣いていますこれとっても可愛いですよね。ぬいぐるみは風船をね、イラストと同じように持っているというね感じになってます。とても可愛いなと思ってこちら購入しました。ちいかわワクワク遊園地というねシリーズですね。はい、で同じく遊園地シリーズですねのアクスタですね。アクスタ組み立てました。こんな感じで可愛いですね。こちらは先ほどのぬいぐるみのタグとね同じデザインになっています。そして同じく遊園地シリーズのこちらですね、ポストカード、こちらも購入しました。はい、地元にちいかわのねポップアップショップが出てきていまして、そちらでねもうおそらく売れ残っていたのでしょうか、まあ、多分ねおそらくすごく人気のねやつは多分なかったと思うんですが、一部まだね残っていたものがね売られていました。でこのね裏に今入れてるやつがうさぎさんのねこのシール、これは、いくら以上の購入かちょっとわかんないんですが、そちらのポップアップストアで購入した際に、ランダムでもらえるといったねステッカーでした。かわいい、このデザインとてもかわいい。こちらはちいかわのクリアファイルです。こちらはね松木ユニテ、84商品を購入してもらったクリアファイルです。とてもかわいいですよね。お次はこちら、最近ねスーパーで見つけたものがこちら、シールガムとこちらデコステッカー2というものですね。シールゴムは3つ、デコステッカーは1つ購入してきました。はい、何が入ってるでしょうか。せーの、はい。おっと、これはハチワレですね。ハチワレがパッツンの髪型になっちゃった時ですね。かわいい。2枚目は、おお。2枚目はクリマンジュでした。なかなかシュールなデザインですね。貼って剥がせるっていうね。ステッカーなんで、どこに貼るんでしょうかね、これは。あ、貼り方としては IC カードとか書いてありますね。ノート、あとは鏡に貼ればいいようです。まあちょっと自分はね貼らずにファイルにね閉じておこうと思います。そしたらお次はシールガム、こちらはね、全50種類もあります。はい、おっと、ガムと1枚目のね寝坊した時のチーカーちゃんが出ましたね。あとはかわいい。2枚目はモモンガ。かわいいですね。で、あれ ?3 枚目は反対向いちゃってますね。あ、かわいい。これは何の時だろう。人形から戻った時かな。で、なんでしょう。よかったねって書いてある。で、最後は、鉄髪だ。鎧さんたちです。これ今見たけど、後ろ側もなんかイラストが書いてあるね。落書き帳、8割のイラスト。クイズ、モモンガのやることリスト、今日の1枚、落書き帳。落書き帳も8割のデザインがちょっと違うんですね。どれも全部ホログラムのシールになってるんですね。はいちょっと怖いシーンじゃないですか、これは。少し8割の耳が1個になっちゃったし。2枚目は、おっと、モモンガーですね。3枚目は、なんだこの寝不足になっちゃった時のチーカーかな。お、ラッコさんってことは、お、やっぱそうだね、これラッコだ。で、最後が、お寿司かな、確か落としちゃった時のやつですね躍動感がありますね。これアニメ化もされてたよね、このシーン。はい、最後のパックです。はい。おぉ。捕まっちゃった時ですよね。はい、2枚目は、あ、妖精のうさぎさんかなってことは。あ、かわいい。これさ、表紙にさ、ちいかわのね、妖精のやつがあるから、これもね、3匹いるんだね。栗まんじゅうのデザイン。栗まんじゅうですね。栗まんじゅうが、何食べたの？椎茸かな？食べてますね。で、ああ、いいですね。寝ながらグッパグッパしてるやつですね。と、うさぎがね、武器を持って歩いているシーンです。そしたら今回のメインイベントです。こちら、ずっと映ってたと思いますが、
チーカワとね、サンリオキャラクターズのなりきりフィギュアというね、こちらが出ていまして、こちらもね、チーカワのポップアップストアで購入したものになります。全部で5種類。絶対にコンプしたい。と思って5個買ってきたんですけども、まあ、5個だけじゃね、絶対無理だなと思ったので、すでにね、2回こちらね、ガチャガチャを回しております。これはね、本当にコンプしたくてね、もうちょっとこっちのね、方を買ってくるべきだったかも。ガチャガチャの方はね、もう次がね、同じのが来るって分かったんで、さすがにね、1回500円のガチャなんで、ちょっとね、その無駄打ちはできないなと思ってね。ガチャガチャはね、1回500円で、箱の方は550円という感じで。いやー、このね、7つでなんとかコンプしたいところですが、うまくいくでしょうか。黄色のカプセルはこちら。うさぎですね。あ、帽子かぶってるのと、あと、お尻のね、穴ですかね。これがいい感じですね。色味的にね、ポンポンプリント、うさぎはね、合うっていう感じですかね。かわいいです。いやー、5種類500円。高いですね。サンリオとチーカワとね、コラボ同士で。キャラクターのね、コラボ同士のガチャは、さすがにやっぱ高いですね。ラインナップの紙はこんな感じです。ちいかわとマイメロディ、モンガとクロミ、ハチワレのハローキティ、クリマンジュのハンギョドン、で、ウサギのポンポンプリンですね。バツ丸が欲しかった。けどまあ仕方ないかな。で、青いカプセルは、こちら。かわいいですね。キティとハチワレのコラボです。はい、ハチワレがね、キティちゃんがよくやってる横向きの座りポーズしてますね。で、こちらは台座が一応ついてますが、なしてもね、別に全然座れちゃいますね。まあ、一応つけときますか。はい、かわいいですね。リボンつけてとってもかわいいです。そしてね、裏側見て気づいたんですが、コラボキャラクターのね、エンボス加工って言ったらいいのかな、がついてて、これはね、キティちゃんだよってわかりやすくなってます。これはね、白でちょっと目立ったんですけど、さっきのね、ウサギにも、ポンポンプリンがちゃんとついていました。細かいですね。よし。ってことで、ハチワレとウサギは当たったので、あとはね、チーカワにモモンガにクリマンジュですね。楽しみだけど怖い。じゃあまず1個。じゃあまず1個目。せーの。はい。あ、出てこない。おっと、いきます。せーの。はい。お、ハンギョドン。と、クリマンジュのやつですね。よかった。とりあえず1個目は、かぶりじゃない。2個目。いきます。せーの。おお、やった、モモンガ。やった。ってことは、あとは、チーカワのマイメロが出れば、OK。いやー、あと3つあるからいけるかな。あー、かぶんないでほしい。いきます。せーの。ああ、やった無事コンプしました。やったー、いやー、よかった。このね、先に2つ開けてたのがめちゃめちゃでかいね。もう安心感が違ったもんね。よし、じゃあラスト2つ。何が出るか。せーの。はい。おー、カチバレですね。いいよ、いいよ。じゃあラスト。いきます。せーの。え？え、ちょっと待って、すごくないか、これは。箱だけ買っていた場合、コンプしてたってこと？え、すごい。めちゃめちゃ運がいいんじゃない？ってことは。そんなことある？これね、売られていたやつって、別にワンセット5個ずつとかにされてたわけじゃなくてですね、普通に、箱の中に大量にこう敷き詰めてあるチョコエッグみたいな感じで敷き詰められてまして、で、その中が適当に5個を取ってきただけなんですよ。え、めちゃめちゃすごくないですか、これ。え、本当にびっくり。すごすぎないか。まさかの、箱で5個揃うとは思ってなかった。絶対になんか被るだろうなと思ってたから。まあ、これはね、保存用として取っとくということで。とりあえずこちら3つ開けてみました。なんでこの2人がミックスになったんでしょうか。はい、裏側にはちゃんとハンギョドンのマークがついていますね。はい、そして、なんでしょう、リンゴジュースじゃないよね、お酒だと思うんだけども、リンゴのようなイラストが書いてあります。
完全に上はビールの蓋のような感じがしますね。かわいいな。そして、クロミですね。クロミはモモンガ。まあなんとなくクロミとモモンガはなんとなくわかる気がするな。ちょっとあざとい感じというか。いいですね。めちゃめちゃいい感じ。かわいいよ。モモンガはね、すっげえ後ろっかのふわふわの尻尾がすごいボリューム感あっていい感じですね。いやーかわいいね。そして最後、チーカワとマイメロ。ちょっと意外だよね。マイメロとチーカワなんだっていう。てっきりシナモンとかかなと思っちゃったよ、チーカワが。でもそれだと面白みがないからかな。ちょっと待って、これシナモンか？もしかして。いや、そんなことないね。マイメロだよね。ちゃんと頭巾かぶってるもんね。あ、そうだよね。マイメロでした。クロミはどこに絵が描いてあったの？あ、クロミちゃんはね、こんなとこに。イラストがついています。ちょっとわかりにくいね。いいね。ポーズが可愛いし、リボンの部分のね、クマがポシェットのクマさんということで、これはとても可愛い。いいね。いや、まさかだったな。そしてなんか今回の台座もかなり変わってる台座だね。なんかチョコエッグみたいな大きめの台座ではなくて、必要最低限の台座っていう感じなんだけど、結構それが高級感あっていい感じに見える。これ第2弾来るのかな。そしたらラッコとかさ、鎧さんとかも、まあ、鎧さんないかな。まあラッコはね、もうレギュラーメンバーになってるし、そうですよね。毎回どっちかですよね。モモンガはもうほぼレギュラー入りしてるけど、クリマンジュかラッコがね、次の座を争ってる感じがしますよね。どっちかが入ってないみたいなパターンが多い気がします。今ね、新しくちいかわのね、天使と悪魔っていうねシリーズがありますが、それもとっても可愛いですよね。いやー、これからもちょっとちいかわグッズ散財が続きそうです。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。